いいね。あれ、チンアナゴがいる。すご。こんばんは。みんな今日もお疲れ様。お疲れ様でした。ありがとう。固定コメ変えてみたよ。どう？固定コメを変えてみた。みよまるちゃん、みよたん、実は好きですでした。そう、これをね、この固定コメを押せば私にね、話しかける勇気がみんな持てるんじゃないかなと。実は好きですってやつ。ありがとう。みんな好きだよ。私も好き。実は好きなんですよね。みんな私のことね。ありがとう、コメント。お話ししよう。なんか一気にみんなと会える機会が減っちゃったから割と毎日寂しい。うん、割と毎日寂しいよ私は。メンバーには一瞬会えたりとかはするけど、今日はラジオ収録してきた。にじゃないよ、にじゃないよの収録でした。ほっかほっか亭さんを食べましたよ。みやまるは元気？元気、割と元気です。おー、やだ。元気やで、私はみんなに会いたいなって思ってる、すごく。いやー、ゼップしたかったね。ゼップ延期になっちゃったんだけど、まあやらないわけじゃないからいいんだけど、11日にね、してる予定だったじゃん。したかったなと。メンバーもファンの人に会いたいって思うの？思うよ、当たり前じゃん。それが楽しみで私毎日生きてるんだもん。危ないでしょ。猫ちゃんたちが来るんです。お、初見さんがいる、ありがとう。初見の方、実は好きです。ゼップの写真楽しみにしてる。そうだよね、さあ、ゼップ来れる予定だった人が来れなくなっちゃったりとかもするんだもんね。それは残念。待ってて、 SNS。 そう、あのね、なんか今日SKE の公式ツイッターさんとかがつぶやいてたんだけど、あの頃の君を見つけたの、なんだ、生写真、生写真かな、あれ特典でついてくるんだけど、それがね、とあるサイトで買わないと私のやつがゲットできないみたいなやつだったの。ネオウィングさん合ってるかな。そう、お店別の特典で。そうだから、みんなゲットしてね。なお自身だよ。なんかああやってさ、予約した？早いじゃん。早ー、みんな
そう、ネオイングさんっていうサイトの方で、私もポチろうと思ってます。てかお母さんにポチっといてねって言った。だってやばくない？ CD にさ、私の生写真絶対入ってるなんて嬉しすぎる。嬉しいだから楽しみにしてるの。そう、あのツイッターで、ツイッターリツイートしといたんですぐ飛べると思います。そう、それが私嬉しくて、なんか選抜メンバーはね、その一人一つ、そのね、そこで買うともらえますよっていうお店が各自あるんですけど、私はネオウィングっていうサイトでしたね。みんなサイトやからみんな買えるで。そう、嬉しかった。なんかああやってそのみんなで並んでる感じだったじゃん、サイトが。嬉しかった。なんか私があそこにいるのが、わあ、夢だ、夢のようだなって。いや今日もう一日さ過ごしたから、ボサボサだし、パジャマだけど許してねバリ部屋着。いや今日髪の毛これ自分でやった。今日はね、自分でヘアメイクしました。ちゃんと売り切れになる可能性もあるので、お早めに。だって、売り切れとかあるんだ。売り切れるのかな。買った枚数の生写真が届く。ああね、あれ写りよかったんよ。だからみんなにゲットしてほしくて。みんなも夢のようだった。嬉しい。やった。さっきサイト確認してきたから、配信終わったら買う。だってよろしく。よろしくね、ネオウィングさん。そう、せやねん。でね、ちょっとみんなにはね大変なんですけど、なんかいろいろ今受付中で、あのオンライントーク&ツーショット撮影会の二次受付が始まってますので、みんなも申し込んだ人多いかなって思うんだけど、忘れなくって感じかな。あと拡散をしていただけるととても嬉しい。私も拡散するけど。すごい、チンアナゴありがとう。外付けみやまるで、中の封入もミヤマルだったら最高だって。ジャケ写やばくない？あんなにジャケ写に大きくベンって写ったことないんだけど。嬉しい。オンラインチェキってアプリいるんだっけ？いるよ。おお、ゆうちゃん爪伸びたね。爪痛い、噛まれた。今日ねちょっと足痛いんですよ。素足だから猫が乗ると。猫の毛が仕事で疲れて帰ってきたけど、ミヤマル見て元気出た。やった、ありがとう。私も今日頑張った。朝踊って、それ以外は全部喋るお仕事だったよ。チェキチャ、チェキチャっていうアプリを入手していただき、するとですね、なんと私とツーショットが撮れる。すごい、何これ。貝だ、貝と人で。ありがとう、みやたんもお疲れ様。ありがとう、ありがとうね。今日でもなんだかんだ楽しかった一日でした。今日はなんか楽屋ってか普通に事務所にいたんだけど、なんかそうしたら、なんか全員じゃないんだけど、なんか気づいたら8期がなんか集合かけてもないのに集まってました。ちょっとみんな見会えたよ。
タツノオトシゴだっけこれ。ありがとう。みよたんこんばんは。遅くなってごめんね。いいよ。お休みだからひたすら DMM 見てた。あーなんかさ、29時間生配信去年の夏やったじゃないですか。あれがあれね、再配信されてんだよね。こんばんは。ありがとう。こんばんは。実は好きです。髪の使って。今初めて見てる人とか、別に推しじゃないけどとりあえずショールーム開いてたらやってたから開いてるとか、そういう人もこのコメント使えばみよまる推しに一歩近づくということで、なんだかんだあっという間にツーショット日になりそう。楽しみすぎる。8月29の2時半から14時半からですね。そう、意外にあっという間や。多分そういえばね、髪を切ったのよ、ちょっとだけ。そう、前髪がねちょっと今分けれない、パッツンになってしまった。今日はこれは頑張って長く見せてる。後ろ髪をすきました。軽い、いい感じなんです。それが僕ですありがとう。じゃあ今日から仲良くしてね。実は好きです。キャンテンのドンキで買ったパーカーです。これはこれ実は3枚くらい持ってて、ほぼこれしか着てないな最近。暑くてジェラピケが着たいの本当は。ジェラピケの夏用のモコモコを着たいんだけど、それすらも暑くてドンキのパーカー。でもこれも長袖だから半袖だと寒いんだよねっていう悩み。そう、髪長い。今長さは変えてないです。長さは変えてないけど量を減らしたよ。そう、ジェラピケ熱い。お、ビギナーさんがいるじゃないですか。そう、涼しい素材のジェラピケもあるよね。私も持ってる。でなんかホテル用と家用。あ、何これ、結婚してが飛んできた。結婚してか、結婚か、考えとく家用がモコモコというかこういうのが多くて、なんかツルツルのシルクっぽいジェラピケ持ってんだけど、それはねホテルとか綺麗にして、なんか家で着てボロボロになっちゃうのかもったいないなと思って。一応考えるんだだってねえ、せっかくプロポーズされたわけですから、ありがとうってまあ今は無理よ。とりあえずアイドルのうちは無理やな。阻止するだって。ちょっと待ったって。大富豪アプリのサスペンスドラマ主役取ってくださいってさっきからコメントで結構来てるけど、なんかね、私の考えとしてはなんかショールームイベントとかをねみんなに頑張ってもらっちゃったから、大富豪もガチると大変かなと思って、今月はまあ8位内に入れてもうどんなちょい役でもいいから出ることに意味があるかなって思って、今月はそんな感じかなと思います。
ね、本気で1位狙ってますっていう子もいるから、なんか今私はそういうちょっとなんかね、無理させたくないなっていう気持ちがあるから、ね、そういう気持ちがあるなら今じゃないかなと思います。大富豪全然勝てないだって。今月私もね不調なんですよ。なりすまし券がどんどんなくなってっちゃう。すぐね、大貧民になっちゃうんよ。なんかさ、大富豪にさ、なんか限定ショップみたいなの出てこなかった？お知らせの欄に。あれって過去のカードが買えるってことかな。ってことはもしかしたら私がさ、もらえなかったさ、ロックボックスでしか開けられなかったさ、私の CM 撮影の時のカードって買えたりするかな。で1枚だけ買えますみたいなさやつ出てこなかった？これショップ限定復活のお知らせ。 SK48 の大富豪は終わらないをお楽しみいただき誠にありがとうございます。2021年8月12日14時よりショップにて1人1回限定だったアイテムが復活。すでに購入済みの方も再度購入が可能となります。今後とも SK48 の大富豪は終わらないをよろしくお願いいたします。これって買えないんですか？あかんが。じゃあ何が買えるんですか？ハートとコインが安く買えるやつ。私あのカード一生もらえないのかな。スタッフさんにも言いたいんだけど合わないんだよね。期待して損しちゃった。なんかこういう歌あった。くそ、私はあのカードが欲しいんだ。ちょっとコメント変えよう。こんばんはにしよう。くそー、そうなのか、欲しかった。ちなみにハートはたくさんあるんです。コイン今50万あるんだけど。でもあっという間、コインなんてあっという間になくなるから、アイコンガチャとか出なくてずっとやってると思う。ゼロ、みんな今月のガチャガチャのカードガチャのレア出ました？ UR50万コインあったよ。びっくりした自分も。今シュタンプはね、こりゃ沼にはまったねってやつと、あとあえて嬉しいハートハートと、にゃんとよいちょまる、まあ、これはマスト。あとなんかこういうやつ、シュタンプ、リアル大富豪。確かに最近はアイコンガチャしかやってないだって。そう、私もアイコン用に結構貯めてて、72時間でさ、なんか出やすくなる時間設けられるじゃん、末に、月末に。それのために貯めてるよ。それでも出ないときは出ないけど。ボサボサ、諦めるーちゃん、分ける。今日アイシャドウルーちゃんに借りたの。そしたらなんかピンクで可愛くなった。ツヤっとしてるね。こんばんは。こんばんは、初見の方ありがとうございます。アイコンはまだ一回もミヤマルが出ないんだって。私はね、でも私も全然出ない時本当に出ない、数枚ですね。ルーちゃんはねコンプレベルで持ってる。
最近ねスキンケアを変えたんですよ。肌のずっと極潤みたいなやつを使ってたんだけど、まあなんか適当に買って使ってて、でもやっぱこだわった方がいいなと思ってキュレルに変えてみて、とりあえずなんかそう化粧水と乳液はキュレルに一旦変えてみて、で美容液を化粧水と乳液の間に絶対挟むようにしてます。最近それはこだわり、インスフリーっていうんですか、インスフリーの美容液がめちゃめちゃ良くて、みんなに紹介したい。キュレルの普通に化粧水と乳液で、今目の前にあるよ。もう化粧水使いすぎてない、ね、化粧水しっとりって書いてある。普通にこれ使ってる。でこの辺にスキンケア類貯めてあるよ。これだ、イニスフリーか英語読めんのよこれ。イニスフリーのブラックティーユースセラムってやつがめちゃ良いので、みんなぜひ使ってください。これがとても良いです。これがおすすめ。これを化粧水と乳液の間に取って広げていいですよ。これがおすすめ。ソフィーナボーテの化粧水個人的に好き。化粧水はね私もねどれも好きなんだけど、優勝してるのは一番好きな化粧水は SK2 SK2 はもう無双してると思う。なんか SK2 も使うんよ。お風呂上がりにまず SK2 を使うのね私は。でその後、まあ、体とか拭いて、もう出た瞬間塗るんだけど、それは塗って、でその後バスタオルで体を拭いて、でその後、まあ、パックして、でその後にキュレル塗ってるんよ。化粧水違うの塗ったらダメなのかな。それでねこの肌はできてるので、やばいよ SK2 の化粧水マジやばいからみんな使って。 SK2 って言うとさざわざわするの何S と K2 ってこと。痛いゆず痛い。あそうそうそう、匂いがねなんかアンモニア臭しない、なんだろう、それが肌にいいのかな。なんか結構匂いきついけど、私はあれが好き、 SK2 が一番好きかな。めっちゃ好き、もう使ってほしいぐらい好き。いやなんか最近メイクで一番時間かけるのがスキンケアとベースメイクだってことに気づいたの、自分の中で。ベースメイクが一番時間かかる。なんかまあそんなにベタベタに塗ってるわけではないけど、なんか丁寧にやった方が絶対綺麗になるなって思う。いいんですよスキンケアは、もう手抜かない絶対に。スキンケア凝った方がいい絶対。え、わかるわかる、なんとも言えん匂いするよね SK2 でもあれがね肌にいいんだろうね。みんな化粧水とか塗ってますか。男性陣は塗ってるのかな。でもなんかさ小学生の時とかなんか化粧水とか乳液とかしてなかった、もうほんとちっちゃい頃の方が肌って綺麗だったじゃんって思うと不思議だなって思わない。まあなんか年齢とともにやっぱ肌変わるからしょうがないんだろうけど、
思議だな、人間の肌って。でもなんか塗らない人もいますよね。塗らなくて、なんか塗らない人は乾燥してきたら水で洗えばいいらしいよ。スキンケア頑張ってます、バラだって。そう、なんかトーク会、現地でトーク会でいつも来てくれるファンの人がいて、でなんかいつも、まあ口には出してなかったんだけど、めっちゃ肌綺麗だなって思う人がいて、でなんかある日すごいお肌が綺麗だねっていつも思ってたんだけどって言ったら、その人が、あ、すごいね、なんか僕美容オタクなんだよって言って、肌めっちゃ頑張っててみたいな、そこから話が広がって楽しかったっていうこともあった。やっぱ肌綺麗な人はなんかやってんだなって思った。私はなんか塗るものをこだわってみたりとか、何してんだろう私って。でも肌荒れしたらすぐクリニック行くようにしてるよ。クリニック行って、なんかコラーゲンピールってやつがあるんだけど、それやるとめっちゃ綺麗になるから、おすすめね。街も肌もうすっぴんでも出歩けるぐらい、すっぴんで仕事してても、え、それすっぴんですかって言われるぐらいの肌になりたい。私18だよ。実は好きです。いいね、みんな使ってくれてるじゃん、このコメント。いいな、我ながらいい固定コメを作った。なんかピーリングはね、自分でするとなんかやばいことになりそうだから、クリニックでしかしたことない。日焼けはしますよ、もちろん。日焼けはめちゃめちゃするけど、なんかまあ日焼け止め塗るしかないですよね。日焼け止めたくさん塗って、飲む日焼け止め、内側からも外側からも守ってあげてます。日焼け止めはで塗り直しが大事なんで、20塗りか30塗りぐらいはしたらもう最強ですよね。でその上からさらにスプレーやったりとか、ほんと暑い時はしてるかも。みやちゃんニキビできたりしますか？できますよ。てか私はその肌のスキンケアに興味を持ち始めたのが中学、違う高1かな、高1くらいで、なんかすごく一瞬荒れた時期があって、肌がなんかニキビできてなんか治んないんだけどみたいな時があったんだよ。でそこからどんどんなんかクリニックとか行き始めて、ここまで変わりました。今でもできるよ。私多分めっちゃ肌弱くて超できるんだけど、めっちゃできる。私はすごくできる。なんか汗をかかないんだよ、この辺は絶対に。口周りとか鼻周りとか汗絶対かかないのね、顔面。けどなんか例えばこのおでこの生え際とかにだけかくの。だからここにだけできちゃったりとかするから、なんかまああんま見えないところにできがちかな。見えるところにできたらもう病んじゃう。病んじゃうってか、もう頑張ります。そう、頑張ってる。飲む日焼け止め気になってくれたのかな。なんかサンタンブロックってやつがいいよ。サンタンブロックって調べてみて、のなんかカプセルのやつがおすすめ。そればっか飲んでる。え、そう、わかる。マスクつけるようになってから、ここマスクのこの境目が私はめっちゃ荒れるから、もうマスク大嫌い。マスク嫌い。ビタミン C よく飲んだりしますか？うん、飲む。ビタミン C 大好き。シーセンとか
なコンビニに売ってるじゃん。ああいうのでもビタミン C 補給、補給というか摂取するとだいぶ違う。飲みすぎは良くないけど、あのウィーダインゼリーのビタミン C がいいですよ。あとは薬局とかに売ってるビタミン C のあの粉のやつ飲んでる。ビタミン C ね、早くマスクしないでいい世界になりたいね。ビタミン C の化粧水も使ってたけど、なんか分かんなかった効果がからやめちゃった。チョコラ BB も私大好き。チョコラ BB の栄養ドリンクと錠剤にはめちゃめちゃお世話になってます。時々自転車で通勤するのですごく焼けちゃう。だって自転車大変だね。私自分自転車持ってないから自転車で行動することないけど、なんか歩くことが多いの。私は歩くと焼けるね。日傘はもう必須ですね。日傘ないと生きていけないです。てかあれが欲しい、ハンディファン。なんか ルーちゃんが買ってて、ルーちゃんのやつをいつも借りちゃうんだけど、ハンディファンが欲しい。でもなんか風力が強いのがいい。自転車持ってたんだけど、お姉ちゃんがドラフト受かって東京に行くってなった時に持ってっちゃった。でなんかパンクしちゃってなくなっちゃったらしいから私の自転車はそこで終わりました。自転車人生終了しました。めっちゃ猫の毛ついてるけど取れないんだよな。取れない。まあいいや。そう、フランフランのやつ買ってた。ルーは私もフランフランで買おうかな。痛い。ゆうちゃん爪が痛いよ。太ももに爪が刺さるんじゃん。痛い。暑いよね。ハンディファン欲しい。フランフラン。でもどこのやつがいいんだろうね。マリンちゃんも買ってた。なんか水色のフランフランの。てか一緒に買いに行った。その時に、まあ、私はいらないかなみたいな、なんか謎に思っちゃって買わなかった。しーちゃんいるよ目の前に。しーちゃんほら返事した。メンバー内で流行ってるのかな。どうなんだろう。ね、なぜ買わなかったんだろう私は。買っとけよってね思うよね。私も思う。え、そう、なんか持ってて、その私も借りるんだけど、いや涼しいねやっぱ。あとから欲しくなっちゃった。松坂屋のキキ横丁、合ってるかな、キキ横丁の中の雑貨屋さんのハンディファン可愛かったです。松坂屋か。松坂屋って私行かないんだよな。松坂屋雑貨屋さん気になっちゃう。そんなこと言われたらハンディファン欲しいな。買おう。てか今携帯ケースも欲しくて、なんか今日ねお仕事だったんだけどさ、見てルーと私のチェキ、これミレイちゃんが撮ってくれた。これを挟んだの。でも聞いて、なんかこれ透明のさやつ、なんか絶妙にダサくて
なんかもっと可愛い、ちょっとなんかこうチェキが透ける感じの携帯ケースが欲しいの。でも携帯ケースをどこで買ったらいいか分かんないな私は。だからみんな教えて、携帯ケースってどこで買ってんの。みんななんか可愛いさやつがいいんだけど、何がいいか分かんない。でも透明、透明ってかちょっと透けて見える感じがいい。何がいいかな。そうチェキね。じゃあ視聴者プレゼントしませんこれねお気に入りハート。見える？今日撮った欲しいなと思う。なんか可愛いの顔をって思ってる。おすすめあったらインスタの DM に送って、見るだけ見るから。透明のケース使ってるけど雑貨屋さんで買ったんだって。なんか透明、ただの透明じゃなくてなんか柄付きの可愛らしい透明っぽいのが欲しい。なんかないかな。てかもう一個チェキ隠し持ってんの私。それはちょっと秘めとこうこれは iPhone XR を使ってます。2年ぐらいもう使ってるけど、なんかもう最近寿命かも。なんか写真撮っててもたまに重くて写真撮れなくなったりとかしちゃうから寿命かも。割と、いや分かるよ。私もね一時期手形型、手帳型だ手帳型、漢字読めなかった子は手帳型のねやつ使ってました。インスタのタグ見るとたくさん可愛いの見つかるよ。見てみよう。可愛いの欲しいんだ。画面割れたことありますか。私割れてるよ。このここの角割れてる。ちょっとだけね。なんかちょっとひびが入ってるぐらい。それ以外は全然綺麗だから全然使えてる。手が高いの、手が高いって言いすぎて手帳が手形に見えるっていうね。怖っ。携帯ケース欲しいな。買おう。今欲しいものがたくさんあってね、なんかバッグが欲しくてずっとで、最近バッグはもう買ったんだけど、そう今日新しいポシェットをねぶら下げてお仕事に行ったんだけど、みんなどんなポシェットだのってメールでめっちゃ返信が来てたから、あみんな見たいんだと思って。メリージェリーのねポシェット見せちゃおう。これ可愛くない？リボンついてるの大きい。これを肩からかけてかわいくない？可愛いんですよ。これをゲットしたので、これをぶら下げてラジオに行ってきました。めっちゃ可愛くない？エコバッグ入ってた。あとエアポッツと今日はこれが入ってたよ。でもたまごっちさ、たまごっちなんか 腕時計型のたまごっちがなんか出たのかな。そう、それ欲しいなと思ってて。かわいいや、自慢私の自慢ポシェットだよ。みんなにちょっと質問したいことがあるんだけどさ、あの頃の君を見つけたのさ、あの新衣装あるじゃん、ストライプのめっちゃカラフルな、あれさ
あれ結構最近着る機会が多いで、それを着た時になんかどの髪型をしたらいいか分かんなくて、みんなはあの衣装を着てる私のどんな髪型が見たいですか。今のところやったのはなんか MV ではこうやってこうやって寄せるやつと、あの初披露、劇場初披露の時はこの辺でこうツインテールをしました。この辺でこうしてましたね。で今日のお仕事はね、自分でメイクって感じだったんで、こうやって編み込みをシュッてやってそのまま下ろしたんだけど、何が見たい？ちなみに髪飾りはピン留め3つ、ピン留めが3つちょんちょんちょんって1,2,3ある3つ編む。ツインテール、あ、きつい、やっぱねツインって可愛いよ。ポニーテール、ツインテールが三つ編み、ポニーテール、うん、そうポニーテールね。そうルーちゃんとも今日その会議をしたんですよ。会議っていうか普通に喋っただけだけど、ポニーテールいいよねって言われた。どうしようかな。そうみんなの意見というか、みんなは何が見たいかな、あの衣装で、あの衣装を着てる私がどんな髪型してたら可愛いと思いますかって。下ろすよりは結んだ方がいいと思う。私もそう思う首がさ、ハイネックこの辺まであるんだけど結構詰まってたから。うーん、サーターアンダギーヘアはみおちゃんしないですか。私はルーちゃんが MV でしてたこういうやつでしょ、ここにちょんちょんって、あれ私がやってって言ったの。いやルーちゃんが迷っててこういうのどうって言って画像見せたらやってくれた。あれサーターアンダギーヘアって言うんだね。私もこれからそういう、めっちゃ高めのパニテ、前回のさ大阪のゼップでやったぐらいがいいよね、やるなら。ハーフツイン、すごい、ファンの人って玉ねぎヘアとか知ってんだ。玉ねぎヘアってあるよね、私やったことあんまないけど、だからこういうの。わかる、わかるよ。最近私も横毛を卒業したくて、この辺の今日も割と少なめにしたけど、ここを全部上げてポニーテールってことでしょ。そう、割とねスッキリするんよね、そうすると。私もそれしたいんだけど、迷うねまあ楽しみにしててね、みんな。いろんな髪型していくと思うから、これから。そうポニーテールもねいいんすよ、上がるよ。私もポニーテール好きだもん、女の子の。わかるよ、上がってた方が顔はスッキリして見える。サイドポニー、簡単なやつ、いい感じ、ワクワク。マネシュ着れると毎回嬉しいんだ。野村美代って書いてあるから、嬉しいの。みんなありがとう、みんなのおかげやからな、本当にありがとうね。みんながね応援してくれたから選抜に入れたんですよ、ありがとうございます。よし、たくさん祝いしてね、トーク会とか。これもツーショット絶対撮ろう、記念に。新選抜イエーイって撮る。そう嬉しい、私に自分の衣装があるのがめっちゃ嬉しいんですよ。恋落ちフラグも自分の衣装あって嬉しかったけど、なんか今回は特別だなって思う。全部特別だけど。
な待ってます。あのなんだっけ、なんとかなんだっけ、ネオウィング、ネオウィングっていうサイトから CD 買うと私の生写真ついてくるよ。よろしくね。ツーショット今から緊張してますって緊張しんといて、大丈夫だから。みゆちゃん可愛いので緊張しちゃうだって。大丈夫だって、絶対に大丈夫だから、そんな構えてこなくていいよ。楽しみだな、ワクワクくらいでいいんだよ。嬉しいな。これからも頑張ろう、みんなで。私が一番頑張るけど、やっぱ応援してくれる、見てくれてる人いないとね、上に行けないから、頑張ります。ツーショット外出先で騒がしかったらすいません。全然面白いんじゃない、楽しくて。ワク、え、見ました？昨日のテレビブロスさんの取材のインタビューの記事。あれ写真漏れてた。私さ、あの衣装で写真に写ってるやつ大体漏れるんよね。嬉しい、本当にね。なんか写真って漏れる時と漏れない時の結構差があるのよ、私の中では。でメンバーに言うと全然ないじゃんって言われるんだけど、あるの、すごい差だよ。割と漏れてました昨日のテレビブロスさん。あれいいよね、結構なんかさ、結構敬語でね、その取材してくださる方に対して敬語で喋っちゃってたんだけど、それを多分頑張ってあの2人で喋ってる風にあのタメ口にこう変えてくれてたんですよ、テレビブロスさんの記事。けど私あのひなのちゃんって恥ずかしくてまだ呼べてないし、呼んでほしいって言われてるんだけど呼べてないし、あおみさんがみよって呼ばないから不自然だなって思う人もさ多かったかなって思うんだけど、あおみさんは全部みよまるさんって言ってました取材の中で私はあおみさんって言ってたあおみさんはね、ひなのちゃんって呼ばれたいんだってメンバーに。だから私も頑張ってそう呼ぼうと思って、そうなってた、うん、そうやってね二人の会話っぽくしてくれるのは優しいですね。そうだよ、それを踏まえてまた読んでみてね。やっぱ違和感あったっしょ。そうそう、身を呼びやばくない？かっこよすぎだろ。あ、やばい、あと1分で終わっちゃう。みんな様ありがとうございました。またね、みんなまたあのイベントあったりとかオンライントークバナーから飛べるようにしたので、配信の後ぜひ。そう、あとネオウィングさんのね生写真ついてくるやつもぜひぜひゲットしてね。私の初選抜の曲の生写真ですよ。嬉しい、私もポチる。ではみんなありがとうございました。大富豪も毎日ねコツコツありがとうございます。ちゃっかり入れたらいいなと思ってます。頑張ろう。みんなありがとう、またね。トーク会とツーショット撮影会これ待ってますね。バイバーイ、ありがとう。